お疲れさん。ああ、どうも。連日ご苦労なこったな。ここのどこかにあるはずなんだ。10年前のプロジェクトのパイロットフィルムか。ここには開局以来の内容の確認や機材へセットする時間を1日3時間12本を確認できるとおよそ400日、1年。同日祝祭日はここは開けてないし。なに、さっさと引き当てちまえばもっと早く終わる。そこまで楽天的なら一体何がお前さんをそうさせる。別に俺は自分が関わる。うん、ま、いいさ。なあ、まだこんなとこにいたんすか。そろそろ磯上さんとのアポの時間。の、もうそんな時間か。ああ。の。の。の。何やってんすか。ふざけてん。いや、どうも目薬ってやつは苦手。ああ、うっぜ。ちょっと貸して。な、よせ。他人に刺されるの。だーし、しめっ。ほら、こっちも。ごわー、きた。はい、これでオッケーっと。お、なあ、いや、だったら早く行った方が。それおう。よう、マックスちゃん、来たね。あれ、なんか目押さえてる。なあ、いえ、なんでもありません。あ、そう、ならいいけど。ねえ、それよりなんか。そう、打診してた候補の女優さんたち3人とも。それはありがたいですけど。ああ、いいのいいの。他の監督さんたちもマックなんせ初のドラマ監督でしょ。いろいろ大変だ。よかったですね監督、せっかくだし遠慮なく。うん、そうだな。うんうん、事務所との関係性とかしがらみでってのが。なるほど。この人、俺が子供の子っていうか、その後もずっと第一線で活躍して。そうなんだよ、まさか OK もらえると思ってなくてさ。ダメ元で事務所な、な、ではこの中央の。ん、監督、もしもし。もなあ、なあ、え、自分まだちゃっていうか、もっとちゃんと。大丈夫大丈夫、これは。へえ、いい笑顔ですね。そうだな。どう、ビビッと来る子いた。ねえ、そうです。とぼけなくていいよ。ま、まあ、この中ならこの子。その子、やっぱりね。予想通り。うん、まあね。でもいいと思うよ。事務所は弱小だし、このマックスちゃんとなら
若手監督と新人女優のフレッシュドラマの出来によっちゃこれきっかけで任せてください。うちのやいいもの撮りますんで、プロモはうんうん、マックスちゃんもそうですね、確かに。よし、それじゃあ決まり。そろそろシナハン始めるんでしょ。せっかく合流さ、彼女候補に少しでも舞台となる土地の雰囲気を。おいいですね、そういうやる気がある女でしょ。だから一緒にシナハン、まああくまで言う。いいねいいね、山陰の小京都、旅情ミステリー的な雰囲気もあるし。それじゃあ早速彼女にも合流。え、なあ、磯上との話は例のプロジェクトの主演選びです。あいつにそんなセンスなあ。それなら候補の選定には。そうか、ま、お前が満足。イブセ監督。イブセ様ですね。いつ頃帰られるとかは。夕食もいらないとおっしゃってましたので。そうですか。お疲れさん。へえへえ、機材からアゴ足の手配までいきなり明日からとか言い出すもんだからもうバッ。すま、調べたらちょうど明日つ。ほう、星合い祭。星合いってのは七夕の別称だな。八坂神社ドラマの題材にも使えそうだし、インサート。おお、それでカメラマンの奏さん。ああ、それにヒロイン役の彼女も同行するなら。なるほど、明日は早いんで。よっ。